こんにちは。本日は僕の友達の、イギーに来てもらいました。ちょっと自己紹介お願いします。あ、こんにちは、イギーです。ライブ前に、パンデールだとかタバコだとか、タンボリンだとかをやってたことがあります。普段私しか映ってないので2人でというかね、関数で撮るという試みを今日は聞きたいと思います。で、今日はですね、カマキーニョをイギーさんが挑戦するので、バイアナという曲を、練習していきたいと思います。カマキーニョどれくらいですか？あの1ヶ月ぐらいですか？もうだから、あの始めた、本当に始めたっていうのが、もう10年くらい前になるわけで、ちょっと触ってみて簡単な曲やってみようと思ったんだけど、弦の硬さとか、あのフレットの幅だとか、そういったものがギターのそれとは全然違くて苦戦したっていう思いしかなかったんで、幅木に持ち歩いて時々練習してるんだけど、まあ、あの全然あの、簡単なコードチェンジ、 A メジャーから D メジャーに切り替えるみたいなコードチェンジみたいなところですら、もう悪戦苦闘中ということで、今回、ね、悪態をつかなければいいけどね、この後ね、練習中にね。全然違うよ。こういう曲なんじゃないの？コードチェンジのタイミングとかはさ、なんかあるの自分の中で？これはあくまでも曲であって、元はその、リズムの上に乗っけてるわけじゃん。だからスパンパンパンとパン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 で一応まあ半分にできるじゃん、ね。そうだよ、そこで半分にして。その半分にでき、半分にのところと、そのままでやってるところが、そこでコードチェンジ。はいはい、いくぞ。カメラの前で恥ずかしめて、なんで俺あの、ギターのやつできてこれできないんだろうな。ちょっとストロークは誰に教わったんですか？いや、適当にやってるけど、ちょっとなんか、こう知らねえからね。なんか普通にこれ上下やったらアップストロークになるんだよ。全部ダウンでやってるのこれ。細かいうって上げるの難しいので、俺はもうオルタネートでやってますよ。助けてくれ。ダダ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 ダいいだろ許さんぞ。まずいよこれ。いやできそう、あの慣れてきているな、慣れてきているけど感覚慣れないよって。だから指の神経が出来返ってるかな。うわー、この半分いや結構あのやっぱり難しい曲になってるけどいっぱい出てくるから、これでやっぱりコードの切り替えの慣れとかもやっぱり俺になってくる、この低いところでさ、切り替えの練習とかセンスになっちゃうから、切り替えのタイミングって E7A7、半分とかも、半分。こういう、こう切り替えの、こうなんていうの、こうセンスつうかさ、簡単なコードで磨かないと、多分なんかこう初めはもうこうね、指を動かすだけで手一杯だし、あとね、どうなんか切り替えで手一杯だから、簡単なコードで切り替えの練習とかも。連動ですよね。手っていうコードチェンジする指と
それに合わせてちゃんとストローク維持するかっていうのね。ストロークはだからもう本当にもうチャリンコのと同じでさ、もう一回動いちゃう、別に特に意識しないから。カッティングですよ。カッティングはするけど、そんななんか強調してやんね、そこまで。あんまり強調しちゃうとさ、曲がこう次みたいな。いや、これでリズム出てきて、やっぱサンバとかのやつリズムありきだ。カバキンヨってのはさ、リズム刻んでなんぼのところあるじゃん。いや、のっぺりはダメだけど、メリハリつけすぎとのっぺりの中間ぐらいにしてみてください。 A D D E、 無茶になるシャーポンなの。すごい顔で、すごい顔でやっちゃってるよ。ちょっと お前こんなことやらせやがって俺には。でよ、この無残の姿は。ちょっと力入れすぎかもしれない。疲れた、もう。まあ1時間ぐらいですか、もっとか。ああ、90分ぐらいやったんですけど、どうですか感想としてはね。いや、大変でした。で、結局弾けたかと言いますと、はい、なんとなく頭の中でパターンは覚えたので動かせればっていう感じなんだけれども、なかなか頭で思い描いてること、もう指先がもう言うこと聞いてくれないっていうのがもどかしかったけれども、まあやればできるかもみたいなところまではいけたと思います。もうすごく口が悪かったけど、練習中のね。あ、いや、まあ、まあ元からね、こういう人なんで、はい、全然僕は全然昔から付き合いなんで、ね、付き合いなんで全然大丈夫なんですけど、はい、仲良くしてくださいね、視聴者の皆さんもね。はい、オーストラリアの在住ということで、はい、向こうでも一応サンバがあるって話なんですけど、どうですかね、その辺は。うん、自分のところだとシドニーに住んでるんですけれども、はい、カフェレストランみたいな形でブラジル料理屋があって、はい、北んだって言ったかな、うん、もっと都心に近くって感じなんですけど、うん、特に小路が人気だよね。みんな振ると思ってきて、はい、なんか当たり前のようにみんな振ると来てるんだよな。でパンデルと一緒にやったりとかしてるのもあるから面白いなと思いますね。それは、はい、在郷ブラジル人なのか、それとも本当にオーストラリア人がやってるのか、うん、どっちなんだろう。多分在郷ブラジル人メインで集まってて、はい、多分他の楽器もできる現地のオーストラリア人かもしれない人たちが混ざって、うん、普通のブラジルにとどまらない音楽をやったりアレンジで、なんだろう、知らないとこまで行っちゃったりとかしてて面白いなっていうのがありますね。お客さんの反応としてはどんな感じなんですかね、演奏してる周りのお客さんの反応っていうのは。反応、いや、やっぱり日本に比べたら相当ノリがいいですよね。まあ、そこは客席、お客さんのテーブルの一つを籠王子の人たちが囲んで音楽やってるだとか、そういう感じがあるので、めちゃくちゃ客と演奏家の距離が近いんで、うん、そういう距離感の近さとかもすごくノリの良さにつながってる。あー、なんかあれですね、日本にはない温かさみたいなの感じましたね。なるほど。はい、ということでですね、今回お二人でお送りしてきました。チャンネル登録、いいねボタン、はい、よろしくお願いします。俺に言わせる。はい、はい、ではまた次の動画、別の動画でお会いしましょう。はい、お会いしましょう。あてあまにゃん、あてあまにゃん、明日なの。